さあ、始まりました。本日チャンネルです。松原さんと甲斐講師においでいただきまして、京都大学医学部病院に入院現状どうなのかっていうのを聞いていきたいと思うんですが、松原さんがね、京都大学医学部に行ってきて、インタビューしてきてましたので、あ、はい。京都大学医学部病院に入院って書いたら、もうみんなコメント欄ひどい。医学部行く前に実地研修だとか、院に入ってるから、学部を飛ばして院に入ってるみたいだとか、もう何を言う、もう何なのみたいな感じなんですが、なんだかんだ言って皆さん注目してくれてるので、それが、てっちゃんのね、嬉しいとこ注目してもらえてるっていうことがありがたいことなので、はい、じゃあどんな感じだった動画を最初に見てもらいましょう。はい、いらっしゃい。なんでも言えます。YouTube の松原です。私、京都の家から近いところにおりまして、京都大学医学部病院におります。てっちゃんの医学部に入りたいとこういうことだったのかな違いますか。京大はちょっとレベル高すぎじゃんな。高すぎますけど。どういう状況か簡単にお伝えいただきたいと思うんですけど。最近ずっと水入院してたので、食欲もなくて、清潔に支障が出てる治療です。体調不良の原因を探るために、いろいろ検査してるんですよね。はい、そうです。1月末までちょっと入院する。またそれ分かり次第、ね、報告できるものとできないものがあると思うんですけど、心配してる方もいると思うんで。はい。まあ、そこは、おいおいまた話せるところをね、事前に決めてと思うんですけど、一旦ちょっと影響はあんまりしない方がいいと思うんですけど、今どういう状況ですか？一気は、ペーパー行って、サッペーにはボールペンを持ってるんですけど、もう、先生、握力がないからとか、ね。はい、握力がないんで。強いじゃないけどね、これで移動してましたもんね。ここ。こういう状況ではあるんですけど、森田先生も河合先生も心配してるんで、視聴者の方も心配してると思うんですけど、はい。まあ、顔色はだいぶ良くなったと思いますね。ちょっと外します。一瞬ね。はい、いいと思います。はい。あ、でも今、病院内マスク必須だからすぐつけてます。すぐします。はい。緊急で動画を回すという、なんか YouTuber らしいと思います。驚きました。もう本当に大病院にいるっていうのは重大だと思って、あんまり無理しないでください。はい。はい。Thank you for watching。こんな感じだったんですけど、現状はどんな感じですか、はい、撮影した時からちょっと時間も経っておりますので。京大医学部病院に入院するっていうのが、はい、他の病院で重大な病気かもしれないみたいな可能性があって、推薦状がないと多分できないんですね、はい。もしかしたらやばい状況かもしれない。うん、でもそうじゃないかもしれない。うん、それをこう検査するために入院されてるっていうのが現状ですと、はい。検査の副作用で頭痛と吐き気があるっていう。ああ、検査の副作用かな、ね、手足のしびれ、病気の症状かもしれないというのが、この動画の後に報告がありまして、うん、調子がですね、最近良くなってきて、明日の話し合い次第にはなりますが、もしかしたら早めに退院できるかもしれないと。1月末までって言ってましたよね。はい、1週間ぐらい早くなるかもしれない。5日ぐらいですかね、いらっしゃると。良かったですね、それはそれは、はい、顔色は良かったですし、しっかり意思疎通もできるし、妻もてんちゃんかなっていう印象ではあったんですけど、病室をしっかり管理されていて、彼は出歩くこともできないので、ずっと病院に隔離されてる。マスク外してすぐつけてダメです、まあそこ外すともなかったんで、まあ、すぐつけた方がいいよって言いました。歩行器みたいなのだったじゃないですか。そうですね、歩行器で歩いてる感じでしたね。あの後車椅子になってたんで、あ、車椅子の方が稼働できるエリアが広がるらしいんですよ。ああ、なるほど。歩行器だと補助が必要になるので、はいはい、出歩けるスペース、病院の中のコンビニですら自分の意思で行けないんですね。ああ、そうなんですね。歩行器だとちゃんと報告して了承を得ないといけない。ああ、はいはいはい。でも車椅子だと自分の意思で行けると。あ、そうなんですね、はい、車椅子になりましたっていうのは来てたんで、はい、体調良くなってきてるだろうなっていうのは、はい、思って頻繁に連絡が来るようになったんで、来ない時は本当来ないんで、そうですね、全然連絡来ないんですけど、まあ、頻繁に来てるんで、ああ元気になってきてるんだろうなっていうの、電話しながらで大丈夫です、はい、もしもし、あのね、今ね、河合先生と、そしてなんと森田先生と今3人でいるんですけど、ちょっと話せます？動画は大丈夫？動画大丈夫？あ、いいよ、どうぞ、大丈夫、大丈夫、ゆっくり今で、大丈夫？大丈夫？あ、今電話室に行ったんだね。あ、はい、今電話室に。今体調はいいの？気分はどうでもいいの？なかなか歩けなくて。ほうほう。ああ、歩行器今。はい。車椅子。今車椅子で自分で移動して。車椅子だと動きやすいんだったっけ？はい。歩行器よりね。だと動きやすいです。退院は早まりそう？26に話し合いでした。話し合って、はい、で早まるかもしれない。また26明日になると思います。勉強できなくてさ、何してるの病室で？ずっと。病室でガムテープで手を巻いて勉強してるか、検査入院なんで、毎日検査があったりして、病室にいる時間が少なかったりとかしてたんで。
あ、そう。で、ガムテープで巻いて何の勉強してるの？英語の勉強してました。なぜ笑った？英語と数学。英語の何やってんの？え？英語の何をやったの？なんだっけ、問題集。解釈70ですか？え？解釈70ですか？あ、そうです。ああ、英文解釈の70やってるね。S とか V とかをこう書いてるってこと？はい。なるほど。それでやってるわけですね。え、宿題とかどうしますか？出せる？はい。いやー、ちょっと今は、あんまり量決めるの良くないかなと思って、治療法の方が優先なので。なるほど。できる時に。できる範囲ってことね。はい、そうですね。わかりました。じゃあ、退院したら何したいとかある？退院したら。大丈夫よ。川合先生が何でも買ってくれるから。そうなんや。で、俺に請求くれるそうですねそうですね、何も考えてないんですけど、お酒を飲みたいな。お酒を飲みたいってなんか絶対言うなんか病室で酒飲みたいって相談を河合先生したんだよ ね、 ねダメでしょ今。絶対言うと思った。でもほら、デンちゃん病院のさ、注意書きにさ、なんか最近病院でお酒を飲んでる人がいます、場合によっては退院させますよっていう注意書きがあったから気をつけないと。デンちゃんのこと、それ。いや違う違うけど気をつけてくださいね、それ本当に。3月あれやね、キャンプしようかね、やっとね。あ、言ってましたね、はい。はい。わかりました。気をつけて。はい、まあ、今車椅子なんですけど、リハビリで今歩ける方向に持っていってるんで、はい、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。ケイさん、困ったらすぐ連絡ください。ありがとうございます。はい。今日はありがとうね。ありがとう。じゃあまたね。あ、はい。はい。はい。3月にてんちゃんと離島でリングキャンプ、はい、キャンピングやるって言ってましたね。 やろうと思ったらこやつがですね、はい、何も道具持ってこなくて、もう雨が降ってきたらやめたっていう季節があるんですけどその日に当日に当日に普通に関節結構でかい、はい、SUV 車持ってるんですけど、はいはい、それ来るのかと思いきや、うん、新幹線来てで荷物、テントはみたいな寝袋はみたいな。で結局僕とてんちゃんは河合先生に失望したんですけどそれ3月にもう一回じゃやりましょうと、そういう話したらなんか、はい、行きたいなって言ってくれてるんで、それを餌に早く元気になれると、はい、勉強今ちょっと止めてますから、うん、2月ぐらいからねちょっとずつまた勉強してもらえたらなと思うんです。元気になる数学とかって言ってたじゃないですか元気じゃないですよね。元気じゃない、全然元気じゃないですね。あれをやったら元気じゃない果実が詳しいのが、はい、いいだろうという、はいはいはい、初めから始める、初めから始める数学ですね、はいはい、松葉のやつですけど、松原のやつ、ますますです。それで数学をやっていくと、英語はどうする、はい、勉強できなかったら忘れちゃうんでね、英語って。解釈70がもう少しでつかめそうな感じはあるんでね。だからひじいさんの読解のための英文法必修編とかどうですか、うん、この辺の方がまだ解釈70よりは分かりやすいと思うんですけど。そうですね、コメントにも来てたの。70で意決定する部分もあるんで、進捗があんまりも進まなかったら元気が出る数学を初めから初めに書いたように、うん、肘井先生の方に書いた方がいいのかなと思いながらも、結構彼自身解釈70をやってきたことがあるということなんで、最初はそっちでちょっとやって、あとは分からないところはちょっとフォローしていただいてるんで、うん、単語はどうですか。3000やってるんでしょ。3000は終わったって言ってましたけど、まだ終われてない終わったと本人は言ってたけど、まだ終わってない、まあ、終わったということと習得したと、まあ、そうですね。ターゲット1900には移らない、まだ早いですね。あ、本人は移る気でいたけど、まだもうちょっとデータベース回した方がいいですね。データベース3000の方を回して、え、単語のレベルとしてはどうですか、どの辺まで来てる。意外と本当に単語は覚えてきてるんですよ。これは意外とっておかしいな、枕言葉が。びっくりした。TOEIC の勉強してる時も、パート7は結構単語は知ってることが多くて、勉強時間がそんなに確保できてない時もあったから、そういう意味では意外と覚えてるっていう意味なんですか。フォローした。そう、そういう関西外国語大学短期大学部でも結構単語テストはがっつりあったんで、学校のやつでも素晴らしく優しいレベルのもありましたけど、授業によっては、ただまあ単語テスト自体はやってたんで、すごい文法あったんで、あの文法忘れないでほしいなと思ってて、だいぶ基礎的なのもあったんで、その力がちゃんとついていればいいなと思うんですけど、どうですか、レクステとかああいうヴィンテージ的なものをやっていくんですか今後。解釈70とか読解のための英文法あたりを、まずその英文法の根幹だと思うんです、そこをしっかり根幹を押さえたら、枝葉の問題集で知識
つけていくっていうのはやらせようと思ってます、ね、だから大岩のね、うん、一番初めの英文法とかも理解してんのかとかはちょっと、ねうん、気になるところではあるんで、あれは理解はしてます。少なくとも中学英文法は習得できてるんで。なるほど。大岩の高校内容の部分はちょっとまだ怪しい部分はあるかもしれませんけど、うん、根幹は多分いけるのかなと。わ、うん、かりました。今後見ていきたいと思いますので、まあ、退院したらですね、医学部を本当に目指すのか、ちょっと他の教科もありますから、たくさんありますよ。そうですね、国立行くっていうことから、そうですか。まず英語、数学やらせてますけど、やっぱり英語である程度その形作ってあげた方がいいのかなと思いますけどね、はい、なんか一つでもなんか得意なものができたら、うん、人間と方法記憶っていうのができるんで、そうですね、他の、ねはい、ものも取得しやすい。英語ができればその医学部じゃない他の道ができた時だってやりやすいですし、そもそも関西外語卒業しなきゃいけないですから、うん、英語できないけど卒業できないんで ね今のところなんで、はい、ではではそういう形で、はいはい、藤川さんもやっていくということですので、うん、ぜひ応援してあげてもらえればと思います。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.